彦太郎について語り尽くすことは僕にはできないし、あるいは世界中の誰もそんなことできないかもしれない。彼は突然現れて突然去っていった。夏の終わりの夕立みたいだった。誰もその事実をうまく飲み込めていない。彦太郎はいつも両手に何かを持っていた。それは片方はボールペン、確かパイロット製だったと思う。でもう片方は決まって何か果物を持っていた。僕が見た時それはリンゴだった。正確にはリンゴに見えたんだ。彼は何も持っていなかったという人だっている。とにかく僕にはリンゴを持っているように見えたんだ。そのリンゴ食べないのかい？僕が聞くと彼はにやりと笑ったように見えた。そして僕を見つめながらリンゴをボールペンに突き刺したんだ。そしてこう言った。アッポーペン。何が何だか分からなかったけれど、何も言わないのも悪いので、なるほどとだけ言った。すると彦太郎はおもむろに今度はパイナップルとボールペンを取り出してきた。職人のように慣れた手つきだった。そして同じように突き刺した。パイナッポーペン。僕はうなずき、なるほどねと言った。もちろん何も納得なんてしていない。今だってそうだ。彦太郎の両手にはボールペンが突き刺さったリンゴと、それからボールペンが突き刺さったパイナップルがあった。その二つをどうするんだい？僕は聞いた。それは無粋な質問だったかもしれない。だけど聞かざるを得なかった。彼は再び、ある程度は予想していたが、両手に持った二つをぶつけ合った。そして言った。ペン、パイナッポー、アッポーペン。その言葉を2回繰り返した。それで終わりだ。この話に続きはないし、それ以上でもそれ以下でもない。ある時期に僕たちの前には彦太郎という男がいた。それだけだ。今でも誰かの前で同じことをしているかもしれない。ひょっとしたらジャスティン・ビーバーの前とかで。It's time I stand up for you.